若旦那は、日本のレゲエグループ、湘南の風のメンバーであるミュージシャン。東京都世田谷区出身。血液型 A 型。世田谷区立千歳中学校、明治学院高等学校卒業、武蔵野美術大学造形学部中退、中央大学法学部中退。元妻は、レゲエミュージシャンのミンミ。2018年11月から、本名の新羅真次で、 ソロ活動している。尊敬する人物は、サダ・マサシ。少年時代は不良であり、渋谷センター街によく集まっていたが、対立グループとの交渉に負けて、限界を感じ、その後湘南で、レゲーバーを経営していた。当時インフィニティ16のメンバーだった、ショック・アイとは、中学、高校時代からの知り合いだったが、インフィニティ16のメンバーになる前は、交流がなかった。 しかしショックアイと偶然茅ヶ崎で再会したのをきっかけに2000年インフィニティ16に加入。しかし同年にショックアイと共に同グループを脱退。2001年にレッドライス、ハン君ン、ゴキと湘南の風を結成すると共にインディーズレーベル134レーベルを立ち上げた。2007年6月26日、ミンミが自身との子を妊娠していること。 この誕生後に結婚式、披露宴を行う予定であると発表した。2007年11月18日、第一子となる長男の誕生と同日にミ,ミと婚姻届で、2010年8月5日には、第二子の次男、2012年6月に長女が誕生するも、2016年2月28日に離婚していたことを発表した。 2010年12月15日、ABEX に新レーベル、タンクトップレコードを設立。2011年1月26日にソロデビュー。2017年、TBS テレビ系、ドラマ、下国上受験で、本格的に役者デビューを果たす。CD シングル配信シングルフィーチャリング MSC、またドール加藤ミリア、ラララフィーチャリング若旦那 フューチャーチェカフィーチャリングサイモン、コマチタローソウルエイズチャリティプロジェクト、レッドリボンスピリチュアルソング生まれくる子供たちのために、加藤ミリア、東京スターインフィニティ16、ドリームビリーバー星に願いをインフィニティ16、ウェルカムズインフィニティ16、伝えたいことがこんなあるのに、インフィニティ16、愛してる、インフィニティ16、ラブジャモーサ、 ボンド絆フィーチャリング若旦那ジャモーサ、ラブ、コラボベストジャモーサ、何か一つ、フィーチャリングジェイド若旦那ジャモーサ、スカイご期限サウンド、5期限百3 6 5日のドライブ、ジェイド、トイ・ボックスインフィニティ16、覚悟インフィニティ16、ベストミックス、ジャモーサ、ベストオブ・マイ・ラブ、コラボセレクションマイナス。インフィニティ16、マイ・ライフ・ベス。 小麦ラブフィーチャリングはカダンナメイジェイ、加藤ミリア、ラバーズパート、2フィーチャリングはカダンナ加藤ミリア、トゥルーラバーズベス、1ンコンピレーションオムニバス、レゲエアローにオムニバス、ロックシティにオムニバス、ロックザスカイ、カエルスタジオグレテストヒッツマイナスオムニバス、レゲエアローサンジャヤローオムニバス、ジャパンレゲエ、ダンスホールオブフェーム、オムニバス、オルズスタジオプレゼンツラガザムライ、 ラガザムライオムニバス、無限 16V1RAW- オムニバス、無限 16V2、パークアベニューマイナスオムニバス、ベストオブスーパージャップクラシックオムニバス、無限 16V3、ファイアリディムアップ&、ライブリディムマイナスオムニバス、無限 16V4、バッデズリディムマイナスオムニバス、無限16ベストオムニバス、ソウルジャパンミュージックカンジャニエイト、 キングオブ男から作詞ソロ活動のみ、グループでの出演は湘南の風を参照。ありがとうございます。